こそ進め、まだ見ぬの場所へ描いた。ハロー、こんにちは、ニーハオ、アニョハセヨ、スイです。これから腹筋を終わるぞというあなた、私の腹筋トレーニング動画があるんですけど、こちらの入門編を作ってみました。あとね、普段トレーニングやってるんだけど今日はちょっと疲れちゃった、トレーニング嫌だなっていう日にやるのもおすすめです。一緒に頑張りましょう。やるぞやるぞやるぞ。さあ、心と体の準備はよろしいでしょうか。まずは交差に肘と膝をくっつけるバイシクルクランチからやっていきましょう。肘と膝をクロスにくっつけて腹斜筋を鍛えていきましょう。しっかり、もしね、膝と肘が合わなくても大丈夫ですよ。頑張ることが大切です。さあ、10秒間の休憩です。呼吸を整えていきましょう。それでは手を頭の後ろに置いてクランチをやっていきます。腰をしっかり床に押し付けて、吐いて吸って、吐いて吸ってを続けます。腹筋を潰すように上げて伸ばすように下げていきます。さあ、10秒の休憩です。呼吸を整えてリラックス。次は手をかかとにくっつけるオルタネードヒールタッチです。見た目よりちょっときつい動きですけれども、しっかりと腹筋に効いてくるので、ふうふうとね、呼吸を吐き出しながら頑張っていきます。さあ、10秒の休憩です。次の1セットで前半終了ですよ。頑張っていきましょう。肘と膝をくっつけていきます。ぎゅーっと、なるだけで上半身も浮かしていきましょう。浮かせようとするとより効いてきますので、浮いてなくても大丈夫ですので、浮かせようという気持ちが大切です。さあ、10秒の休憩、後半に入っていきます。プランク状態から少しお尻を浮かせて、プランクヒップツイストをやっていきましょう。グイグイッと左右に揺らしていきます。床になるだけ近い方がきつく効いてきます。またお尻の高さがある方がきつく効いてきます。さあ、10秒の休憩、あと3セット、効いてきてますね。腹筋が喜んでますね。さあ、プランク状態で30秒キープ。しっかりとした体幹を手に入れていきましょう。この時に腕に力がなるだけ入らないように、しっかりとね、お尻、腹筋で体を支えていきましょう。さあ、10秒の休憩、あと2セット、足を交差させるサイドシザーキックです。下っ腹に効いてきます。お腹ポッコリ解消していきます。あと3秒2、1。さあ、残りは1セット。ここで全集中、呼吸をしっかり整えます。足を上に上げて下ろすを繰り返すだけです。上げて下ろす、ギリギリね、下ろして上げて下ろす。さあ、あと5秒、3、2、1。お疲れ様でした。皆さん、お疲れ様でした。今日も頑張った自分を褒めていきましょう。毎日やるぞと意気込むのもいいんですけど、続けることが大切なので、週2回でもいいからね、一緒に頑張っていきましょう。腹筋は必ず応えてくれます。そしてこれがどんどん楽になってきたなと思った方には大丈夫です。この先のトレーニングが2種類もございますので、一緒に腹筋を鍛えていきましょう。筋肉は裏切らない。それではまたね。バイバイ。再见。アンニョン。